こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はすごい新メニューができたということで、なんとしゃぶしゃぶ温野菜さんに呼んでいただきました。その新メニューというのがこちらでございます。ででーん、旬のクレソンを味わう紀州梅しゃぶでございます。豚肉と梅って合うじゃないですか。だから多分しゃぶしゃぶでもいけるってことですね。この定番と書かれていますこっちの梅しゃぶの方は去年までもあったそうなんですけれども、今年から新たにこちらの山椒カール方も出てきたそうでございます。ちょっとピリ辛ってことですかね。丹しゃぶと北海道つや姫豚の方になりますと3680円で、今回こちらをいただきたいと思います。ちなみにこちらは2019年3月7日からのメニューでございまして、温野菜さんはやっぱりお出汁を2つ選べますから、こちらからもう一種選んでみたいんですけれども、和牛だし、三代目極みだし、旨辛火鍋だし、豆乳だし、根昆布だし、すきしゃぶだし、博多水炊き鍋、もう鍋になっちゃってます。で、金のもつ鍋、そしてトマトすき鍋、これ前回食べましたね。で、担々肉鍋があるんですけども、実はここに豆腐をドバッと入れると麻婆豆腐的な味わいも楽しめるそうなので、今回これ行ってみたいと思います。ちなみにこちらは3月6日までのやつで、有吉さんの誰得で紹介されましたココナッツだしで食べるしゃぶしゃぶも今まだあるみたいですね。ちょっとこれも気になるんですよね。はい、ありがとうございます。こちらが梅山椒塩です。梅山椒塩、はい、僕まだ梅しゃぶ食べたことないんですけども、これによって梅味を演出するってことですかね。梅山椒塩、お願いいたします。はい、どうす、ちょっと主役こっちですよね今日の。すみません、なんか変なの注文してすみません、なんかインパクトすごいですね。匂いもこっちすごいいい匂い漂ってきてますよ、僕の大好きな感じの今からのね。今回主役の梅しゃぶだしです。梅しゃぶだし、ちょっと今回のメインの梅しゃぶが静かに見えてしまうという、ちょっと天才バカボンというタイトルなのにバカボンのパパばっかり出てくるみたいな、そんな状況起きてますが、失礼いたします。最初のセットをお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。こちらが梅しゃぶ用のお皿を入れます。かわいいこの盛り付けなんですね、はい、で、つみれがあって、はい、これクレソンも食べ放題ってことですか。そうですね、マロニーがピンク色なんですね。そうですね、すごいピンクのままでお代わりもできます、はい、とにかく可愛いんですけど、何このハートの演出。こっちがめちゃくちゃファンシーで可愛くて、こっちがなんかゴテゴテしてて、部屋が一つ違うだけでこんなに空気変わるんだっていうこの感じ、なんかいいね。いただきます。ちょっとお湯が温まってきた感じがしますので、まず1枚ね、豚カルビから。豚カルビにも赤いの振ってありますね。これ何なんでしょう、ちょっと辛いやつかな。さっと通しますよ。はい、そしたら、はい、こう持ってきまして、ではまずはこれだけでいってみましょうかね。うん、おいしい。こういうことなんだ。梅だからもっと酸っぱいっていうのがグンとくるのかと思ったら、程よい酸っぱみが甘さを際立てるっていうイメージです。うわ、すっごいおいしかった。今口の中に残るのは甘みかもしれない。いや、これは素晴らしいね。はい、じゃあ今度はこれをねちょっとかけてみましょうかね。ささ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 と、こんなもん。うん、いや、これも美味しい。もちろんこれかけた方が酸っぱみが増して、後味にも酸っぱみが残る感じなんですけれども、すごい心地よい。食べたら自然と笑顔になっちゃうやつだ。梅だけどカリカリしないで食べられるんです。うん、ちょっとこっちも行ってみましょうか。唐辛子もいっぱい入ってきまして、大丈夫ですか。これは今日は酸っぱいと辛いの往復になる感じなのかもしれませんが、わあ、こっちも美味しそう。うんいいね。豆腐をいっぱい入れて食べたいような麻婆豆腐好きの僕が大好きな感じの味。辛さはそこそこって感じかな。うん、辛いのか熱いのか顎で出るのか分かりませんが、熱さが辛さを手伝ってるって感じかな。ではお野菜の方を梅の方に入れていきましょうかね。やっぱりさっぱりとした梅の出汁と合うのかもしれません。このレタスの感じいいよね。一気に全部いっちゃいましょうね。こちらの鍋にはあらかじめこうやってもつ肉とかも入ってますね。ほら、これこう切って、もちろんお豆腐も、お豆腐も入れて、はい、こっちの鍋の中でもしゃぶしゃぶもできるんですけども、ご飯もあったら嬉しいなっていうぐらいのすんごい濃くていい味わい。ではいよいよこちらの方でお豆腐いきましょうか。うん、結局すんごい進む。匂いもすんごいね、食を包ませるようなニラも入ってますし、ラー油もありますし、ニンニクも入ってるかなきっと。でこのお肉のプルプル感、これどうします。
これはうまい。うん、いやそこそこの辛さはあってもガンガン行きたくなる味わい。ハイジュンさんに、はい、おすすめの方をご提案したくてです、ね、はい、こちらの TKG と、 TKG とこちらのお豆腐を頼んでいただいて、はい、こちらのお豆腐を簡単に小鍋に入れて、はい、してもらって、はい、ちょっと麻婆豆腐っぽい感じにして、はい、でひき肉と一緒にこちらの TKG に、うーわ、ちょっとすごい、まさに今ご飯があったら嬉しい味かなと思ってたんですけども、その上行ってくれましたね。 TKG なんですね。これは今回のお鍋お出汁忙しいね。いい見た目ちょっと崩していいんですって。ちょっとこうやってガッて、そうこうしている間にこちらのレタスも出来上がってます。はい、仕上がってますね。はい、ドーン。お肉で巻いて食べたい自分がいるから、お肉も湯に通しましょう。そしてちょっとかけます。お肉でお野菜を巻き込んで、うん、梅の風味が癖になる。これちょっとほんとハマるね。梅ってだからスパイシー、個性的じゃん。だからさ、好きだと言うなら否定しないけれども、嫌いと言われたって構わないっていうスタンスな感じすんじゃん。だから食べる側も中には及び腰になっちゃう人もいるかもしれませんけれども、この梅と自分との壁というかガラスを割ってしまえばいいの。そしたら叫ぶからうまいって。ただぬくもりはどうでもよくなんないね。やっぱりぬくもりがあったが美味しい感じはしますけれども、うん、うまい。お肉とかお野菜とか全部に梅の風味がジュワッと浸透してて、それによってお肉とお野菜同士もまた仲良くなってる感じがする。お野菜もたまんなく美味しい。もう残ってないです。お野菜、あ、これ梅干しだ。梅干しが日向に出てきました。ではいよいよこの食べ方試してみましょうか。豆腐を砕いて TKG にオンしちゃうっていう欲張り丼。こっちの出汁を注文するとしゃぶしゃぶ肉以外にもこのホルモンもどっさりっていうのがまた嬉しいよね。はーい、あ、ちょっと一回卵隠した。卵隠し一回やっちゃいましたけれども、中で知らないうちに潰れてるっていうことになっちゃいますが、こんなのさ、もうさ、うん、ほらもうそりゃそうじゃん。肉鍋の尖った部分を卵の黄身がまろやかにしてくれてるもん。でもあまりにも興奮してつみれの存在忘れてましたから、つみれも入れていきましょうね。こうやって、はい、よいしょ。ではお肉おかわりの方もしましたので、タンしゃぶの方を楽しんでいきましょうかね。こうですね、この流れでいくとタンしゃぶも絶対美味しいの分かってますから、それはそうだから、ほらほら、そうなんだ。このタンのコリ感と味わう梅の風味、やっぱりいいね。梅をコリ感で食べる感じ、じゅわじゅわっていう感じじゃない梅の風味もまたたまんないね。うん、ではつみれの方もいただいていきましょうかね。うん、これもとにかく柔らかいのにびっくりしたんですけども、やっぱりそうなの。一旦お肉の甘さを目がキュッと締めた後に、それで締まったはずの甘みが解放されていく感じ。ただ言うなれば旨味のリバウンドっていう感覚でしょうか。一回旨味がキュッとなって戻る時の勢いすごいよっていう、最初よりもうまくなっちゃうよっていうパターン。とにかく今回しゃぶしゃぶにおける梅の役割っていうのが、よく弾むトランポリンみたいな役割だっていうことが分かりましたね。はい、肉のれんいきましょう。そんでしゃぶしゃぶ肉を贅沢づかみ。はい、そんでもうこれお気に入りだよ。これもうこれかけるのすごくいい。これかけちゃうとまたね、お肉がね量いけちゃうような味わいになるんだよ。さらに、すいません、一口いいんですか。全然いいです。この誰得さんで紹介されたこちらのメニューを特別に、じゃあ一口だけ、はい、ちなみにこの番組出てらっしゃった、今日は広報の方なんですよね。そうです出ちゃって大丈夫なんですか、はい、本当ですか。いいんですか。いいんですか。逆に、逆にいいんですか。はい、え、いいんですか。緊張するあ、じゃあ、 あのこの番組にまさに出て紹介してくださってた方でございます。こちらの方が誰と組んでて紹介まさにしてくれてた方、あ、そちらです。はじめまして、よろしくお願いしますなんですね。まさにご本人、テレビで紹介してた方が持ってきてくれて、それを食べられるっていう。はい、これは誰と組でご紹介された、はい、コツメニューから復活したココナッツだしでございます、はい、珍しいですよね、ココナッツだしは。パクチー大丈夫ですか。パクチー大好きです。はい、そうか、そこで好き嫌いもあるんですもんね。そうか、ココナッツとパクチーってさらに2つとも癖が強いから、こ
ルがグリーンカレーダレでして、はい、ココナッツの味変として。これタイ料理みたいなイメージってことですね。じゃあね、はい、これ梅の辛い方のやつも用意してくれたんですね。あ、いただきます。ありがとうございます。というわけでセカンドステージが今から始まります。梅しゃぶしゃぶの辛いバージョンからいきましょう。確かに唐辛子ですかね、浮いてますよね、たくさん。ではあえてここにチャレンジしてみましょうかね。沈めて、はい、はい、取ります。さらに梅で追いかけましょうか。さっさっと、さっきより辛いのかな、待って、多分全然いける。もっとめっちゃ辛いのかと思ってビビってましたけども、全然いい、全然癖なら美味しい辛さ。さっきと比べてもどっちがいいかって決めづらいような、お互いいいやつ。結局のところは辛さよりも梅がかってる感じがするから全然美味しく味わえるね。そもそもこのつや姫豚カルビのポテンシャルだよね、これが。本当に美味しいのよ、上品な甘さっていうのかな。うん、うーん。では最後にこちらココナッツだしのしゃぶしゃぶ、もうココナッツの甘い香り漂ってきてますよ。そもそもココナッツは全然美味しく食べられるんですけども、これとしゃぶしゃぶ肉、この感じが想像つかない。でさらにパクチー絡めるんでしょ、こうやって。独特だね、後味完全にココナッツの感じ。ただ全くと言っていいほどヤバさはないね。とはいえすっきり食べられるっていうイメージでございまして、グリーンカレーも試してみましょうかね。こうすること、そういうこと。あ、うん、うまっ。そしてちょっと辛、あ、辛め、辛めだ。こっちの梅の辛い方よりも辛いかもしれない、後味とか。でもこれ全然好きなんだけど、これこそグリーンカレーライスに今もう酷似した味わい。グリーンカレーのルーの中にめちゃめちゃ美味しい豚肉が入ってるっていう状態でございまして、これはこれでまた丼のご飯用意してもらってかけていきたいやつだ。だからこれ最初に出汁を2つ選ぶときに、ココナッツのやつと担々肉鍋のやつで2つ選んじゃうと、お肉食べ放題なのにご飯だけでもお腹いっぱいになっちゃうから気をつけて。そういう意味でもどっちかは梅。